はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルデソイジャーね。今回マリカート8デラックスやっていこうかなと思います。すげえ左上なんかジュゲムとヨッシーとキノピオが全員黄色いせいでなんかすげえ黄色く見えんな、全体が全体がなんか悪い意志とテレサとドンキーしかいねえ。ここに俺いていい？平気部外者じゃないこれ。俺大丈夫？俺部外者じゃないこれ。大丈夫かな？まあ、いっか。その部外者が言おうかも今いいが関係なく私は頑張っていきた。危ねえ、今ブレーキ踏んだ方私は危うく事故って言いましたね。さあ、あら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 、今のはごめんなさい、私もちょっと見えてませんでした。いや黒い子危ねえ、あいつどういう挙動で来やがった、あいつどういう挙動で来たの今、ちょ怖すぎ。しかも俺それ危ねえ、俺じゃなかっただけまだマシ。オッケー、じゃあこれアイテム取って。危ないね、危ねえな本当に。最近の若者本当危ない。ここら辺に1個使っときまして、それでちょっと待って、これカーブからのオッケー、いいぞ、よくいったよくいったよくいった。さあこれでどうしましょうか、パックン使いましょうか、行きましょう。いっけ、イライラするともやん、お前イライラするやつだな。さあナイスパック、よっきしてた。オッケー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 、いいよいいよいいよ。さあこれ冷静さを取り戻しましょう。オッケー、さあ、あーナイス、いいわよいいわよ。でも赤頃私食らうんじゃなくて、これはさすがに食らいますね。さあ許しましょう。オッケー、今回負けたらそれを許しましょう。あとシラス、みんな赤頃持ってんな、みんな赤頃持ってんな、その凶暴性には長けてるよ。さあういっと、ちょ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 、クソあいつ、あいつイライラするともやん、人をイライラさせるのがうまいやつらだって言いたくなるよ俺だって。うーん、サンダーのタイミング極悪では、さすがにさすがに俺も泣くぜ今のは、さすがに今の泣くで。でもコインだいぶ確保できた。オッケーいいですね、さあ行きましょう。また危ねえ、このクローズに危ねえ、危ねえ、あの車両極悪なんだよな、あの車両毎回思うけど毎回極悪なんだよな、配列が毎回極悪なのよ。そのせいで毎回光りかけてるか俺、ああ前で乱戦が起きてる、なる、俺も乱戦起こしちゃおう、乱戦起こしちゃおう、乱戦、やはり全ての時代はランスだからね、みんな。さあこれで、おい危ねえ、なんかすげえ悪い位置、後ろに下がりながらジャンバクション決めてなかった、すごかったね今、かっこよかったわ。さあこれで、やばい、ここに来て車の邪魔、いや車やばい、キラーが来てる、今のは避けたかったんだよね、避けたかったんだよね今のは、切実に。さあやばい、後ろがキラーが、危ねえ、テレサだった、よかったテレサだったっていうのもなんか変だけど、やばいテレサがいた、危ねえ、で前でも1個取りいただきました、危ねえ危ねえ危ねえ、このキノコ1個取っておきましょう。オッケー、さあみんなが前で事故出してくれてるおかげで私なんかいろいろ起きてます。さあちょっと待って、その赤コーラ、その投げようか一回投げようかっつったよね俺、もうここら辺でダッシュからの、オッケー、これは仕方ない、クラー、待って、制御が効かん、制御が効かない、いやこれはもうこのアイテムかけるしかねえ、このアイテム全てをかける、うん、貫け、遅いでも9位だあんな事故ってたはずなんだけどね。で、冷凍庫平均高っ。いや、みんな申し訳ないね。純粋に俺は申し訳なかった。そういうわけで、ミラーのサンシャイン空港でリベンジしてきます。ミラーは少し走ったからね。少し走ったから行けると思うんだ。少しはね、少しはいけると思う。まあ、あくまで少しだからみんな、俺は期待しないでください。さあ、頑張っていきましょう。さあ、これで、1個アイテム OK。これを確保するために生まれてきた男、ウルです。さあ、行きましょう。さあ、みんなね、結構盛んなのよ。なんであの人コイン避けたんだ、意図的に。すげえな、あんな意図的にコイン避けた人初めて見た。でね、これ、ここのミラーね、少し対処法分かってんですよ。そう、早めの行動が大事だけど、これは論外でした。今のは論外、私の論。オッケー、でこのミラーのショートカット慣れてないんで、ちょっと待ってね、今のも聞いてない、ごめん。大丈夫 ?NN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  大丈夫 ?NN 大丈夫か。まあまあまあ、最初のね、これをみんなわざとよ、わざと。今のはわざとよ。ほんと見てて。これからの俺を見ていてくれ。だいぶ結果変わるよ。だいぶ結果変わるから。さあ、これ2個アイテム取って、オッケー。あれ？まあ、わざとよ、みんな。わざとよ。わざと、あれっつったの気のせいだから、ほら、勝手に順位落ちてくるみんな。勝手に順位落ちてくから、みんなの勝手に順位落ちてくから、危ねバナナ。そんなバナナって言いたくなるわ。で、ここら辺でカーブしまして、ここは私はここで半ゴンで、あえて遠回りになっても、これでカーブと、オッケー、行きましょう。で、みんな、アイテム、ちょっと邪魔だな。で、これ、ちょっとパックンで回収。で、これ回収。で、これ、ワタメイトがいますね。さあ、これ私ジャンプしまして、でカービー、オッケー。さあ、あの人もちょっと噛めなかったら辛いが、さて、この人アイテム何が出る？ちょ待ってよ。オッケー、さあ、うるるるるるっつったらなんとかなります。オッケー、さあ誰かに私のファイヤーフラワーが当たったようですね。さあ避けていきましょう。私はもうどんどん避けていきましょう。どんどん防虫。オッケー、あー1個アイテムか、くそ、あそこちょっと取りづらいな、外アイテム。さあどうしましょうか、スター、どうしよっか、使おうか、ちょっと使おう、ガンガン使っていこう、もうガンガン使っていこう。スターですね、オッケーいいですね。さあこのスター大事に使っていきましょう。さあで、これでもう何も活かせないかも、何も活かせなかったかもしれない、アイテム取れなかったかもしれない、あごめんなさい。さあこれで避けていきまして、さあ行きまして、さあジャンプアクション、ないつの間にか2位ですね、ちゃっかり2位ですね。さあこれ私3位ですね。
ですね。さあ後ろがキラー来てますね。キラーじゃなかった、青コーラ来てますね。さあこれで避けときまして、 OKOK、OK OK、この辺避けときまして、さらにダッシュジャンプからのさあ青コーラ、青コーラ来ました。さあいいですよ、ナイスタイミングだ、素晴らしいぞ、いいぞ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 、躊躇するな、ためらうな、そのまま行け、 OK、 さあ躊躇するな、ためらうな、そのまま行けというわけでこれ投げておきましょう。さあ OK 投げといて、それで OK 当たったようだな、当たったようだな、アルバトロスだな。さあこれどうしましょうか、緑コーラ OK、 これは勝ったんじゃないか、みんな期待していいよ、期待していいよ、正直正直期待していい、なぜかって俺が来た、さあ俺が来た、勝ちだ、これが俺じゃ、さっきの順位を名誉挽回、一気消沈、レッツゴートゥーヘブーン。久しぶりのパリですね、パリか、正直俺パリねそんな得意じゃないんだよね、パリプロムナード、いい思い出が一個もない、最後に必ず逆転されるんだもん、このステージ1位取ったこと一度もねえもん、一度はあるのよ、コンピューターとの戦いでな、それぐらいしかねえもん。でこれアイテム1個取れなくて、毎回取れなくて負けるんだけど、今回取れましてありがとうございます。さあ1個アイテム取れただけでもうだいぶ嬉しい、だいぶ嬉しいです、私もだいぶ嬉しい、嬉しさが違う、嬉しさが違うからね。さあこれ赤コーラ俺かな、違いましたね、 OK。 さあこれでちょっと取りまして OK で、コイン取っときまして、ちょっと取っとと思ってきや、俺あえてこっち行くぜ。さあ行きましょう。さあみんなこっち来るか、お前らこっち来るか、見ろよ青い空で、ここはダートじゃないんで、ダートに見えてダートじゃないんで、ここで2個アイテム取る、 OK いいね。さあこれダッシュしまして、いいよ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 、素晴らしいよ素晴らしいよ、でこれバナー使っといて、バナー使っといてじゃない、コイン使っといて、 OK コイン10枚いいですね。さあ後ろからワールイージが来てますね。さあどうしましょうか、あいつどうしましょうか、処しましょうか、処しましゅ、処しましゅ、さあどうしましょうか、何やるな、ワールイージ、おい、アイ、いやアイじゃない、こいつ名前なんだ、なんだこいつ名前、こいつの名前なんだ、なんだ名前だこいつ、何の名前だわからんが、とりあえず早いというか、んんわざとか、わざとかな、でもあれと土下座開票にあれ持ってるもんな、んバナナ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 、俺バナナにして、あ実質、実質譲りだね、実質譲り、今のバナナ譲りだから、みんな実質譲り派だから、先空危なかった、体重出てきた俺の中の、危ねえ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 、俺の体重出てくるとやばい、マンダム、これはさすがにマンダムだな、マンサム所長、さすがにマンサム、今ハンサムっつった、言ってねえよ、帰れ、オッケー、さあ行きましょう。さあこれ3周目ですね。さあ私なかなかに体差を広げているが、赤コーラが出やすいこの順位、さあこんなご時世嫌ですね、というわけで私ここで頑張ってきます。さあ1個アイテムしかないこのご時世嫌ですね。さあこれでダッシュしておきまして、オッケーオッケー、やばい早くアイテム、ナイスサーブゼイヤー、2個は聞いてない、それは許してくれ、センク、センク許してくれ、それはさすがにセンク。さあ行きましょう、でここら辺で回避しておきまして、でこれアルバトロス回避、こっちから行くか、オッケー、もうこっちから行きましょう、私はもう速さを求めてるんで、もう速さ求めて、みんなとは競わないから俺、タイムアタック、おーちょい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 、おーちょい、それは知らないぜ、だからこれあえて食らうことによってすぐここでスタートアップ、オッケー、ザ・ヒーロー、オッケー、呼び覚ませというわけで、さあどうせ逆転されんだ、どうせ知ってんだ俺、これでみんなにね、どうせ抜かれんですよ、知ってんですよ、どうせここら辺でね、うわーやられて、うへへうへへうへへとか言ってやられるんですよ、知ってるんですよ。さあこれでこっち行きまして、オッケー、あれまさかまさかまさかの2位だ、それでもいい、それでもいい、いやバリプロムで2位なら俺は滑稽さ、光栄さ、滑稽さじゃなかった、いや参ったね、みんなミラーのワリオ鉱山だってさ、記憶にございません。ミラーのマリオ鉱山じゃなかった、ワリオ鉱山、全くもって記憶にございません。しかもこの前の人ね、レート見たら1282なんだよね。多分これプレイヤーって名前だから、多分あれだわ、誰かの友達で参加してんじゃないかな。だとしてもうまいわ、普通にうまいわ、花ちゃんバギー使ってるってだけあるわ、さすがに。痛い痛い、ドンキーさん痛い、さすがに痛い、さすがに痛い、痛いよそれ。ちょっと待って、ドンキーさん、ドンキーちゃん、ドンキーちゃん、スーパーデラックスドンキーちゃん、はい、どいて、腐ったらいけ、投げとくわ、オッケー、俺の投げといて、あれ当たりそうで当たらなかった人生でございましたが、さあこれどうしましょうか、私これどうしましょうか、赤コーラ出ちゃいましたよ、これ赤コーラ出ちゃいました。さあお互いどっちする、さすがに道を譲らないよな、さすがに。お前がなんとかしなきゃいけない、そんな時があるかもしれないかね、ここら辺投げときます、オッケー。さあこれ投げときまして、2個アイテム取りました。さあさあどうやら金さんに誰がいるようですね、金さんに誰がいるの、危ねえ、これ危なかったんでこれ回避しまして、ジャンピングからのジャンピング、危なかった危なかった、今後ろから赤コーラ来たからちょっと反応しちゃった、過剰に反応するからね、反応するからなんかやだな、なんかやだな、反応なんかやだな、ちょっとごめんね、俺噛んだだけだ、なんか変な風になっちゃった、あいつスパクラ持ってんな、うぶね、うわごめん、今バナナに気がいった、くっそミラーはなれねえな、やはりミラーはなれなし、やはりミラーはなれねえな、そればっかり仕方ねえ、ミラーばっかり俺は仕方ない、うんこれは食らう、おーバナナ、オーバーナ、オーバーナナ、オーバー、何にあいつ、なんだ今のトゲゾ、今のトゲゾなんだ、どう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 、邪魔だなゴリラ邪魔だなゴリラ、お前なんてことをするゴリラか、ほんとゴリラね、ほんとゴリラくんで、ゴリラくん、ほんとゴリラくんで、ゴリラくんだな。さあこれどうしましょうか、私ここでちょっとダッシュしたら、ちょっとあれか、ちょっとあれか、昨日もうミセプはもう昔やったからね、俺ミセプは一昔やったんで、でこれ回収していきまして、お前俺のコイン、なけなしのコイン奪うなや、このねお化けごときが。さあ私なかなかに今回うまい、てか最近うまい、最近なかなかうまくなってきました、
やっと俺冷凍なしになって成長していました。ウルです。さあ頑張っていきましょう。ザバナナがある可能性は十分にあるので注意していきましょう。やばいコインだ、ごめんなさい、食らいます。オッケー、まあ今なら仕方ない、今なら仕方ない。さあプレイヤーあの人1位ですね。やっぱあの人が1位だ。あのゴリラ先輩ついていくわ。俺あのゴリラ先輩ついていく。俺あの人惚れたんで。じゃあ行きましょう。でこれ多分この辺のバナナ、おいお前が、おい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 、バナナそんなバナナでも3位だってことは1番。でもあいつらアイテムを取っていない判定、つまりこのキノコで逆転を狙える。さあこのキノコで逆転を狙えると思ったら、あいつなんてことだ、ゴリラ君の敵、怖っ。クソ、あいつドラゴンボールゼノバースに出たような気がするな。あの名前、あの名前ドラゴンボールゼノバースに出たような気がする。この逆転のキノコで私逆転しに狙います。じゃあ逆転狙いましょう。これどうしようかな、これ使っちまうか。オッケー、使っちまおう、使っちまおう。差を開けて、さあこれ私堂々の1位でございますよ。マンモス、マンモス。いや、あのお釜の人すげえ、ジメレオン17000レートが急に強敵現る。さあ私2位でございます。さっきのマリオサーキットのレース、あまりにも面白めないレースすぎたんでちょっとカットしました。さあ行きましょう。3、2、1、ゴッシュ。オッケーですね。さあ平八郎、お前を抜くぜ。お前、お前、そうだ、 200cc だった、しまった、忘れてた、 200cc だった、しまった、しまった、今のはしまった、すまん。オッケー、ちょっと待って、やばい、なんか喉が出てくる。あー、キノピオこんにちは。オッケー、挨拶は大事。さあ挨拶は大事なんで、何を食らった？ちょっと待って、これ、これどうしようか、投げとこうか。とりあえず俺は裏方から回りましょう。後手、的確すぎない？あいつ、的確すぎない？ちょ、驚きを隠しきれないよ、さすがに。さすがに俺も驚きを隠し、そう、200cc ハンゴン苦手すんだよね。そう、俺のハンゴンちょっと曲がりづらいタイプのハンゴンだからさ、ちょいと苦手をね、禁じえない。さあ、これ苦手禁じえない。1個アイテムに妥協しましょう。ほっ、危ねえ、今ナイスジャンプ。さあテレサ3打来ていいよ、今だ3打いいよ、今だ3打いいよ。オッケー、さあナイスと言わざるを得ないアイテムだが、まあいいだろう。まあこれでナイスアイテムとは言わざるを得ないんで、私これダッシュからの、なんか微妙だなお前、なんか何もかも微妙、なんと話微妙だ。うん、帰ってくんな、帰ってくんな、親の元に。お前クソ、あいつ親の元に帰って、どういうショートカットしてんだ俺、どういうショートカットしてんだ俺、すごいな。ショートカットって言えるか今、外回りだったぞ、やばい、全然さすがに禁じえないな、笑みを禁じえないな、さすがに。さあこれにダッシュしておきまして、これでちょっとカーブするときはブレーキをしつつ、オッケー、いいよいいよいいよ。でこれにジャンプアクションからの、また近畿の回で、これでちょっとここら辺使いましょう。オッケー、ここら辺で、うん、飛びすぎ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 、鉄アンドトモ、鉄アンドトモ、うー、邪魔だー、なんだこれは、くっ、でも10位制御できねえ、制御できねえ。だからチーズランド嫌いなのよ、だからチーズランド俺嫌いなのよ。ジメレオンうっつえな、ちょっと待ち子みんな、200来た、 200cc が来ちゃった、来てほしくない、200リートが来ちゃったよ、200リート来た。てかあいつ左側のやつずっと 無感情ですげえ拍手してんだけど、怖いんだけど、あれ無感情でずっと拍手してんだけど、何あの顔怖すぎんだが、押さないでいただけますか。 OK、 さあ押さないでいただけますかと頼んだんで、ここはあえてジャンパクションしない、あえてここはジャンパクションしない、ジャンパクションしちゃった、バカだね、バカだね、ほんと。でここあえてしていく。さあこれ、おお、なんか知らんけど1位だ。なんか、まあまあ、あえて譲られてる感はある。あえて、あれ、カメレオンの人に、ジメレオンだっけ、ジメレオンだかカメレオンだったら忘れて、あの人に譲られてる感は否めない。さあ、否めないんで、私、これ、カービー、星の、やべ、2個アイテム取れなかった、やべ。アイテム1個も取れないなら、さすがに近畿。さあ、近畿を犯したんで、私、ここら辺で、ダッシュからの、カービーからの、これで、まあ、1回ぶつかりますけど、まあ、問題ないんで、これに1回ちょっとカーブ安定しまして、いいよ、いいよ。正直俺ね、三振空港の 200cc 苦手なのよ、みんな。知らなかったでしょ。そう、知らなかったと思うけど、俺し、ね、苦手なの、やべ。そう、ほらね、苦手なの、ほら、ほら苦手なの、ほらね、ほらね、ほら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 、ね、苦手なのよ。だから苦手だから私ね、ちょっとね、あまりそんな上手くなれないのよ。ちょっとだからね、ここら辺でちょっと飛ぶわ、私飛ぶわ。だから飛ぶんで、これどうしましょうか。私、あ、追い抜かれたわけじゃないのね。あれ、私普通に、一回ちょっとここら辺でブレーキ。嫌なタイミングだったら遅いよ、戻すなー。お、まあ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 、これを見越しての青コーラよ、これを見越してのみんな青コーラよ。だが正直近距離てめえはダメだ、てめえはダメだ、正直。なぜか扱いきれん、扱いきれん、こんなスピード、こんなスピード強の場所で扱いきれると思うのか俺、お前を。でこれ3打対策でこれ使ってみた、飛びすぎ飛びすぎ、早すぎ早すぎ早すぎ、飛びすぎし、バカだねバカだねバカだね、お前早すぎんだが、お前早すぎんだが、お前早、自分が早すぎるってこと、もっと理解してくれ、もっと理解してくれ。でも3位だ、みんな、なんか知らんが3位だ、なんと話読めてるっぽいな。さあ私飛びます。さあこれ多分ジメレオ前にいるな、ジメレオ前にいるんで、どうしようか。ちょっとこれバナナ置いとこうか。そうで、バナナ置いといて投げといて、オッケー、これいきましょう。さあこれ問題はジメレオンに問題投げれ、当てられるか、当てられるかどうか。さあジメレオンどうだ、当たったか、ジメレオンいた、ガーすまんねー。
ミラーのパリプロムナードがラストとはね、思いませんでした。というわけでラストレースさせてきます。いや、ジメレオンに一回も勝ってないね。あれが何回も何回も挑んだだけジメレオンに勝てねえ。てか後半から、割と自分のボンミスが目立つ。そう、俺大抵ボンミスなんだよね、目立つの。大抵俺ボンミスだと思う。で、俺は右回りの方がやりやすいんで、こっちから行きまして、OK。さあ、これでこっち。さあ、逆回りなんだっけ？逆回りなのか。そっか、逆回りなのか、考慮してなかった。ごめん。今のごめん。純粋考慮してなかった。今当たってた？まだ拳1個分ぐらい差なかった。さあどうしましょうか。これまあこればっかり仕方ねえ。こればっかりちょっとあれ遠回りしてアイテム確保していきましょうか。これは遠回りしてアイテム確保に回りましょう。さあここでアイテム確保に回りたいお年頃でございます。でここで2個アイテム取れるんで、でこれ逆ね、逆なのね。覚えておいて帰りましょう。さあ覚えて帰りまして、さあみんながなんかいろいろキノコとかでいろいろ使ってますが、さあこれねカーブしておきまして、で逆回りね、逆回りなのね。1周目で俺覚えること大事だと思ってるんで、さあミラー頑張っていきましょう。さあこれでカーブしましての、これ逆、逆ですね。さあこれどうしましょう。キノコいい加減使いましょうか。そうで真ん中通りたいね。真ん中通れる、ありがとう。というわけで通れるんで、これ通っていきます。さらにここでアイテム1個使っといて、さあこれまずいな、意外とやばい厳選地に来てしまったかもしれない。ありがとうしてくれて、ありがとうしてくれて、ありがとうしてくれて、ナイス。パッションフルーツ高く死んでくれ。オッケー。逆襲のウルだからな。俺はもう行ったぜみんな、逆襲しに来たんだ。俺はこのレースに逆襲しに来たんだよ。さあ俺はあのジメレオンに勝ちたいと思います。さあジメレオンに勝ちたいお年頃でございますが、さあどうしましょう。これ後ろに投げておきましょうか、ちょっと邪魔なんで。これで使いまして、OK、2個アイテム確保、OK、いいよ。さあこれでちょっとここら辺でカーブしつつ、でこれで、あ、これちょっとアイテム取っといて、これに逆半切ってカーブ、OK、いいよ。逆半の言い方違うな。大丈夫か、8間違えてるぞ。危なかった、大丈夫か、8 OK、OK、8ナイス、8ナイス。カーブなんでちょっとこれね使っときまして、 OK。やべ、これ俺狙われてたな、狙われた街、うーん、狙われた街ではなかった、平気だった。さあどうしようか。問題、これキノコってどこで使うべきなんだ。え、これあ、そうか、ラストか。うーん、関係ないね。よし行きましょう。さあこれだったらまっすぐ行きましょうか。そうですね、まっすぐ行きましょう。あぶね、パックン、パックン怖い、パックン怖い、パックン、パックン、パックン怖い。さあこれでカーブしておきまして、さあこれカーブ、オッケー、いいですね。さあ88がどうしましょうか。ちょっとこれオッケー。さあこれオッケーやりまして、オッケーオッケー、いよいよよ。さあ俺のやつが誰かに当たったようなんで、さあですね、これこっち側から俺も取りましょうか。でスパックからちょっと使っておきまして、邪魔なんで使っておきまして、オッケー。さあこれちょっとダッシュで、これダッシュからの、あぶね、でこれちょっと使いまして、つま抜け、完璧、よっしゃーい、あっぱっぱっぱー、しゃー、あ、気分いいので今回これで動画終わるぜみんな。今日はパリプロムナードが強かった一日でした。うん、バイバイ。